こんにちは、サラでーす。ホーガです。はい、ということでね、同い年でーす。やばいよ、こんなね、この横にあるんですけどね、ブツを出します。ブツ、やめて。こちら、はい、ででー、31ですね。31とか言ってる年じゃないの。ました。もうそろ31になるよって、うん、ちょっと今、ナチュラルハイになってるから今、サラさん開けますね。これをね、食べるんじゃないよ。食べちゃダメなの、まだ食べません。今日やることは、写真をね、可愛く加工するっていう、インスタ映え、そう、インスタ映えの写真を加工するためにね、アイスをね、用意してる。やばないこれ、インスタ映えのために。はい、え、あ、うん、いや、コーン、コーン、あれ普通の箱じゃない、すごない、ちょっと待って、5個入ってる。これ早く写真撮るな、やばいな。まずこれ今あるのはこんだけあります。はい、これとりあえずね、写真撮ります。もうさっさと撮りましょう。さっさと撮って、さっさと食べよう。食べることしか考えてない。面白い、面白い。とりあえずね、これね、写真撮ります。まず、はい、白背景の方がいいよね。はい、あー、これすごい重量がやばい。これめっちゃ重いんだけど。これインスタ映えのために頑張ってる姿どう、この、やばいやろ、やばい。あ、もう終わった。オッケー、オッケー。はい、ということで写真撮り終わりました。もう食べていい？ちょっとね、一旦ちょっと待って、カットで。はい、ということでね、さっき撮ったアイスで加工していくんですけど、うん、まずね、このピクスアウトそう、ピクスアウト、そのアプリを開いて、で、この下のこのプラスのボタンを押してからの編集、うん、はい、ということでこれでツールで選択、うん、で、投げ縄ツールをタップして、そう、この右から2番目の、ね、点々のやつで、ここアップにして、こうやって丸作ります。完璧、うん、で、コピー、コピー押して、ミッキーのね、耳に、そう、います。もう一つ、あ、かわいい。これ回転したらさ、ちょっといいんじゃない。おー、いいね。ちょっとエフェクトもつけます。うん、なんかちょっと暗いよね。エフェクト、うん、うん、あ、そう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 、こんな感じで。なんか暗くないと思う。うん、暗い、完全に暗い。ちょっと一旦保存しよう。次は B612 でね、明るさがね、うん、そうね、明るすぎたんで、この左下のところをピッと押して、あ、さっきのやつ、あ、ここを押して、うん、で、編集、うん、影が上になってる。お、いい、お、いいね、かわいい、全然違う、ね、これかな、これいい、これいい、うん、もうちょっとさ、こうアップにしよう。こんな感じで切り取ったら、でも、もう一発 B612 やりたい。暗い写真でもね、どんだけね、素敵。あ、いいじゃん、いいじゃん、今のいい、これよいしょ、え、かわいい、かわいい、影マシになったね、うん、いい感じ、いいね、いい、こんな感じです。うん、ピクサーとメルでも多分結構何回も紹介してるんですけど、いいね、うん、終わり、終わり。31食べてミッキー作っただけ。何もしてない、私何もしてない。まあでも、いろんな使い方がある、うん、まあ、なんかを切り取って、そこにまたコピーして貼れるっていうの初めて知ったから、ずっとこのアプリ撮ってんのに、まあ、それすごいと思った。ミッキーを作ってくださいっていう企画ではない、ただこういう機能があるから、みんなのいろんなことに人生に生かしてねっていう感じの企画なんでね、うん、まとまりましたかね。完璧ですか。先輩、完璧ですよ。じゃあ、まずかね、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。理想の筆箱作りをしていきたいと思います。わー、横から鉛筆削りや。そんな顔笑った。彼氏ができたらあげようみたいな。あリップかわいい。これはね、女子力高い。